おや？恋が俺を呼んでるね。ったく、将軍様自ら祭りごとを放り出しちゃいけないね。コーンも世が乱れちゃ、咲く花も枯れちまう。そうだろ？よく言いました刑事。前田家当主として決して足利様を見習ってはいけませんよ。分かってるよ松姉ちゃん。この乱世、けなげに生きる花々を守らずして、何が歌舞伎者よ。加賀前田が家のため、恋に焦がれる人がため、前田刑事の大歌舞伎、一つご覧に入れましょう。刑事のやつ、すっかり国をさらしくなったな。ええ、立場が変われば人も変わるものですね。今日も元気だ、喧嘩がうまい。新生前田軍出陣だ。恋しい人を泣かせんなよ。うちに帰るまでが戦だぜ。一戦終わってみれば、どいつもこいつもどうなってんだ。煮え湯のように熱くたぎってやがる。ああ、確かにな。新しい世が生まれたんだな。まるで祭りだ。こいつが狙いなら、足利さんは大した将軍様だね。刑事、言ってることが変わってきていますよ。そうだ刑事、戦乱に苦しむ民がいることを忘れるな。わかってるよ。花も祭りも終わりがあるから愛おしい。誰かがこいつを平らげるまでだ。足利は日の本をどこよりも熱い国に、秀吉はどこよりも強い国にか。秀吉、ずっと昔に咲いていた花がちらつくよ。散っても胸からちっとも消えない友垣の花だ。刑事、今日はいつになく暗い顔してるな。どうした？思い出してたんだ、かつての友達と初恋の人、ネネのこと。なのに秀吉はネネが弱さになるなんて独りよがりの理由で、ネネを思い出すたびに腹渡が煮えくり返ってたはずなのに、薄れていくんだ、憎しみも怒りも。それは刑事が長きにわたる時を苦しみ続けた証です。このままじゃ俺はあいつに顔向けできない。ネネ殿は刑事と秀吉殿が戯れる姿を見て、いつも微笑んでおられましたよ。そうか、そうだったよな。振り返るばかりじゃダメだ、今を変えなきゃ。いや、変わらなきゃいけないな、俺の方が。刑事はもう十分変わりましたよ。ねえ犬千代様。ああ、見違えたぞ。え、どし、松姉ちゃん、どの辺が？だな、飯の食う量が増えた。ありがとうな二人とも。そうだよな、あとは俺がどうするかだ。
俺はもう一度俺の昔と秀吉と話をしてくる。あなたならそう言い出すと思っていました。お前の心が揺らげば前田も揺らぐ。行ってこい。今度こそけじめをつけてこい。刑事、刑事はいるか。春日ちゃん、どうしたの。久しぶり。相変わらずの恋する女っぷりだね。そうなんだ。日々胸の思いが大きくなるばかり。って、そんな話をしに来たんじゃ。剣心様からお前にことづてがあってな。剣心が俺に？一体なんだ。一花咲かそうか。剣心か。あの頃は世話になったな。元気にしてるかい。ああ、お前に心配されるまでもな。すこぶる健やかでいらっしゃる。剣心のやつ、カスカちゃんの恋心にもそろそろ応えてくれるようになったんじゃないかい。そんなことは。まあでも、実は先日剣心様が私に白無垢の話を。という夢だ。夢を見たんだ。諦めるの早いって。そいつを正夢にする間違いがある。何？そんな術忍びにもないぞ。頼む刑事、教えてくれ。確か経を唱えるんだけど、ナム、なんだっけ。思い出せ刑事。恋と一緒だ、焦っちゃいけねえ。でもこの間違い、夢の中身を人に喋っちゃいけないんだった。しまった、刑事に話してしまった。しまった、剣心様からのことづてを。春日ちゃん、剣心からのことづてって。剣心様はお前を帝に会わせたいらしい。俺を足利に？一体何のために。そこまでは聞いていない。そうか、剣心には悪いけど、今は先に会わなきゃいけない奴がいるんだ。私は確かに伝えたぞ。いいか、帝に会うんだ、約束だぞ。約束が一つできちまった。これじゃ死ねないよな。一花咲かそうか。秀吉、久しぶりだな。さすが日の本最強を歌う軍だ。いやいや、壮観だね。
掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。取り次ぐ必要なしと判断し追い返すつもりだが構わないね、秀吉。うん。なんと刑事さん、いつぞやのバッチリライトな。俺でよかったら話くらい付き合いますよ。嬉しいこと言ってくるね。じゃあどうだい、豊臣軍の居心地は。まさかうちに来る気？よかったら三成様に口聞きますよ。知りたいんだ、秀吉を支えているお前らがどんな気持ちでここにいるのかを。みんないい人ですよ。特に秀吉様、三成様があの人に張ってるのも分かります。そうか。負けときますんで、今度いい賭場教えてくださいよ。秀吉、今はこんな俺が前だけ当主だぜ。国を治めるのって大変なんだな。お前は大したやつだよ。刑事君、何か様子がおかしい。総員、おお来たか。主も見やれ、天涯に咲くスミレ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。足りぬなら我の腰に乗ってみるか。お言葉に甘えて一つ相乗りで語り合いたいね。軽口を真っ当に返されるのも歯がゆきな。しかも語り合いとはまるで徳川のごとき物言いよう。行、前田から離れろ。今日のやつは剣門だ。この通りの過保護ぶりよ。おちおち短期がけもできんな。どうやらあんたもここの居心地が気に入ってる口だね。主と太閤の祝宴、不幸に転べばこれ幸い。貴様は大罪を犯した。私に離別を想起させた罪だ。秀吉、今の俺お前にはどう見える？今日は喧嘩なしで話してみないか。あまりのふぬけた言い草に逆に興味が惹かれるね。けど秀吉は君には合わない、分かっているだろう。命を乞うか、己自身すら裏切るのか。半兵衛様に鍛え上げられし、その技量遺憾なく晒せ。承知つかまず。雑魚どもは決戦を任せやれ。前田が夢に届くまで。
半兵衛様、秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ、けれどくれぐれも吠えすぎないようにね。すでに許可はいただいている。英豪に仕え続ける許可を。シイロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず消滅しろ。私を愚弄し心を乱さんとする、それが貴様の兵法か。左近や大谷さんからも慕われてるし、秀吉半兵衛からも必要とされてる。貴様が我らとお二方を代弁するな。秀吉様は私の全て、半兵衛様は私の道だ。あんたは秀吉や半兵衛と似てるんだな。信じたことを疑わない、まっすぐなところがさ。恐れ多い、お二方と私を自覚したことを今すぐ訂正しろ。君たち鍛え直しを覚悟しておいてくれよ。面目なし。恥じることはない、剣道将来を着せばいいだけだ。申し訳ございません、半兵衛様。百や二百でどうにかなるとは鼻から思っておらぬわ。秀吉、並んで歩く俺らを見てネネはいつも笑ってたよな。結局は証拠にもなくその話かい、刑事君。悲しいね、いくら来ても散らされるだけなのにさ。前田はこれから育っていくさ、この俺が保証するぜ。雲の巣のごとくさえにここを通すわけにはいかんのだ。曇っちゃいなかったって話だ。大目を垂れよ、速やかなる降伏もまた了承の証しぞ。
兵に動揺が広がっておるな。早いところ落ち着かせねば。ソラ、キビキビ動け。また大将にどやされるぞ。あいつをぶっ飛ばせって分かってるよ。見上げた勢いをそう生き急がすともよかろうに。なに、長い人生のたった一杯さ。なる力はあそこにある。残念だね。君がたどり着くことはないよ。この僕がいる限りね。ゲージ君、君はまた昔話をしに来てくれたとでも？帰ってくれ。ここには寝つきの悪い子供はいないよ。確かに。俺はいつも昔のことばかりだったな。でも今日は違うんだ。僕が軍をまとめておきながら、すまない秀吉。今さらどんなに変わろうと、秀吉の歩む道に君はいなかった。それを忘れないでくれ。半兵衛、君も随分変わったものだ。君が悪いくらいにね。俺は秀吉の親友としてあいつのそばにいる。そんなお前が羨ましかった。正直者へのご褒美に秀吉に合わせると思うのかい？前にも言ったはずだよ、次会う時は容赦しないと。半兵衛、お前には感謝してるんだ。命が咲かせる花の息吹。ネネを失った後の秀吉を俺は憎むばかりだった。だがお前はあいつをずっと支えてくれていた。半兵衛、お前こそが秀吉の親友だ。行けばいい。だが君の言葉は届かない。という屈辱。おのれ、今に見ておれ。戦働き次第です。秀吉！
じゃあもう一度あの頃みたいに戻れないのか。刑事、我の過去よ、過ぎ去った時を巻き戻しにでも参ったか。お前の軍見せてもらったよ。お前の友が友よ、一枚岩の立派な城壁だ。まさに友垣だ。世辞などがよ、我への憎悪はどこに置いてきた。よもや我が正しいと認めたのか。所詮は一つのことを貫けぬその程度の男であったか。そんな言い方はよしてくれ秀吉。またあの思いに火がついちまう。我を憎むがよい。お前が我を認めて何になる。ネネは俺たちが殺し合う姿なんて望んじゃいない。そうだろ。今さらお前がネネの心を語るか。時は過ぎたのだ刑事。我らは前へ進んだ。このわからずやが。分かってくれよ。俺はお前と喧嘩がしてんじゃねえんだ。どうした？何を泣く刑事？何があろうと我とお前は二度と交われぬのだ。刑事よ、あの日ネネを葬ったこと、そしてお前を遠ざけたこと、過ちとは思わぬ。秀吉、我らは共に正しかった。ただそれだけだったのだ。待て、待てよ、待ってくれ秀吉。まるで胸の中に冷たい風が通り過ぎていくようだ。でもあいつは言ったんだ。俺たちは互いに正しかったと。だからこの冷たい風も少しは誇らしく思える。ねね、俺はやっと変われたかな。刑事、しっかりなさい。あなたは前に進んだのですよ。腹が減ってるんだろ刑事。ほら、松の弁当食うか。トシ、松姉ちゃん。そうだな、腹が減っちゃ前に進めないよな。それに守らなきゃいけない約束もあるしね。そうだ刑事、ほら飯を食え。それにしても刑事を足利様に会わせようとは、上杉殿一体どのようなお考えなのでしょう。よし、どんな道かわからないけど、とりあえず前に進むしかないね。一花咲かそうか。友よ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか。
それを世に教えてくれ。天下の歌舞伎者前田啓二が乱世を起こして鹿とを決め込む悪い将軍を成敗に。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。お祭りお兄さん、こんにちは。いきなり喧嘩腰の言い方は足利さんに失礼ですよ。愛も変わらず花だね、鶴姫ちゃん。そうそう、今日はちょいと奥のお方に用があってね。ところでさ、将軍様は鶴姫ちゃんから見てどんな奴なんだよ。私も卑弥呼様のお声に従い来ただけなので、実はあまりお話ししたことがないんです。でも私の感じたことをズバッと言うなら、メラメラでバシバシって、でも途中です。なるほど、よくわかるよ。いや、わかる気がするかな。その方、手加減したな。次こそは真剣勝負を頼む。やっ、あなたのことはわかりました。私はそれを伝えに行きます。お話しすることがあるんでしたら、足利さんへビューンとお伝えしますよ。ありがとうさん。そうだな、喉仏洗って待ってろよって伝えといてくれるかい。はい、お首を洗って待つようにお伝えすればいいんですね。あのお方の瀬名には十二の歴史が宿っておるんだ。我ら官軍を討ち果たそうなどと、己ら不敬であるぞ。思うよか。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。さてもう、かの友のことをもっと教えてはくれないか。それがねえだ。前のかの風雷坊との報告、どうやら誤りがあったようだ。所詮中の下の将といったところか。それって褒めてんの？まあとりあえず光栄だねと言っとくか。さあさあ勝負、策士の喧嘩を見せてくれよ。無駄はせぬ。王国のため貴様を一見するにとどめるまで。ほら来なよ、主のために狼藉者をご成敗だろ。あんたもあいつの友なんだよな。友だ。貴様、我が思った以上の駒であったか。ここでの消耗など不合理、そろそろ引き時か。あっさり仕立ての裏切りかい、あんたらしいや。世の軍勢は強い、正念場だな。ともえ、俺を飲み干してみるかい。
友よ、たぎる炎の奥底が凍りついてはいないか。あんたには分かっちまうのか。こいつはまだまだ溶けてくれそうもないんだ。近づくだけだ。形ばかりの棒を伝え、秋へ下がるとするか。貴様、進みたければ好きにせよ。この日の元に幾度となく繰り返されし先手の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。刑事、よくぞ来てくれました。いいってことだ。いや、この約束があったからここに気持ちをつなげられた。むしろ礼を言わなきゃな。しばらく会わぬ間に見違えました。剣心、将軍様に会えってどういうことなんだ。かの者は力、器、すべてだが、足りぬものもまた明らか。それは例えるならば、私にとっての怪物とは美しい器。わからないよ剣心。どうして、それに俺に何をしろって言うんだよ。これほどの失態、あのお方を前に弁明などできるはずがない。刑事、刑事、そのままであれば良い。願わくあなたが帝を満たせし者であらん。かの者の魂、しかと見極めました。今しばらく梅雨払い、うぬが剣にて務めよ。かしこまり候。気がするんだ。我らを導け。ネネの願いが。私の手繰り寄せし糸の先、今この場に。その魂胆、乗ってみるのが粋であろうな、上杉。眺める先にあんたを満たすものはあるのかい。その方こそ心にもやがかっているようだな、友よ。友よか。なんでそんなに寂しい響きなんだろうな。なんとなくわかる気がするよ。ついこの間、大事な友達を亡くした俺だから。ははは。
そうか。よう理解するか。賭け事は熱くなったらしまいだよ。ああ、我ながら驚いている。あんたの辛いとこついちまったんだな。悪かった。詫びなど必要ないと。瞬間であろうと世の心を怒りたぎらせたその子、実に面白いな。友よ、ここへ来た。その望み聞かせてくれ。俺は約束のために来ただけさ。いや、この悲しさをどうにかしたくて必死なのかもな。将軍帝、所詮は生来の肩書きに過ぎる。世も民と等しくただの人。さあ、等しく語ろうぞ。いいな。これはいい。なるほど。剣心の言うこともなんだかわかる気がするよ。教えてくれよ。あんたの友って言葉、その思いを受け止めたやつはいたのかい？世が友と呼ぶ全てのものがそうであるという。よもやその方の言う友と世の知る友は違うのか。教えてくれないか、友よ。その方の心のもや濁り、友とは本来そうした深海をも刻すものか。俺の奥底、心が見えるんだろ。ならきっと同じさ。俺たちが憧れる友がきへの思いは。将軍、久保、遠征などと余人はのたまぐ。今ここにあるはただの義輝よ。あんたは何を背負って戦ってるんだい？こうやって喧嘩したな。羨ましい。ならば世にも付き合ってくれ。ああ、はっ、うん、いいさ。俺はもう友達から目を背けないって決めたんだ。答えた。友よ、先ほどの言葉はきっとまだまだ増えるよ。この天の下にはたくさんの人がいるんだから。我は初めて友を得たのか。さあ、乱世とかもうやめにしてさ、作りに行こうぜ、友がきを。ケイジ、
乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。さあさ、祭りだ祭りだ、飲んで歌って恋をして、みんなででっかい花を咲かせようぜ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。